フィリップ三世、ブルゴーニュ公。フィリップ三世、三百九十六年、七月三十一日から四百六十七年六月十五日は、バロアイコールブルゴーニュ家の第三代ブルゴーニュ公、在位、四百十九年から四百六十七年。ブラバント公、在位、四百三十年から四百六十七年。エノー博、コラント博、ゼーラント博。 在位、1432年から1467年、ルクセンブルク公、在位、1443年から1467年、でもあった。全領公、ルボンと呼ばれる。ジャン一世、ムコア公と、ヒで、シモバイエルンイコールシュトラウビング公、エノオク、コラントハク、ゼーラントハクアルブレヒト一世の娘マルグリットド,ド、バビールの長男。 イングランドとフランスが死闘を繰り広げる100年戦争において、はじめはイングランドの同盟者でありながらほとんど手を貸さず、独自に領土拡大政策を進め、フランスが反撃を開始すると徐々にフランスへ接近、やがてイングランドから離れて、フランスと和睦100年戦争がフランス優位になる転換点を作った。幼少期の1403年、 祖父のブルゴーニュ公フィリップ二世、ゴータン皇の遺構で、フランス王シャルル六世の娘でまた重視にあたるミシェル、ド・フランスと婚約、合わせて、姉マルグリットとミシェルの弟のレイの婚約も、決められた。1415年、イングランド軍が、フランス遠征を開始すると父の命令で、アルトア防衛に向かったが、当時父が率いるブルゴーニュ派と対立していた、アルマニャック派が単独で、 イングランド軍に戦闘を挑み、アジャンクールの戦いで、大敗、父から参戦を禁じられていた、全領港はこの戦いに、火星子な片言を後悔している。1419年に、父がアルマニャック派の手によって殺害されたため、ブルゴーニュ皇位を継承。ブルゴーニュ皇となると、父の仇である、アルマニャック派がオスを退治、シャルル、後のシャルル7世に対するため、 フランス王位を要求していたイングランド王ヘンリー五世と同盟を結ぶアングロブルギニョン同盟。これにより百年戦争はイングランドが優位に立ち、ヘンリー五世は1420年のトロワ条約でフランス王位の継承権を手に入れるまでになった。1422年にヘンリー五世とシャルル六世が相次いで亡くなり、ヘンリー五世の維持で幼少のヘンリー六世が即位すると、 ブルゴーニュは、イングランドの同盟相手として定調に扱われた。翌1423年には、政略結婚で両国の関係は強化され、全両公の妹アンヌと、姉、マルグリット、ルイナキアと未亡人となっていたはそれぞれ、ヘンリー6世のオジベットフォードコージョンとブルターニューヤン五世の弟アルティールド・リッシュモンに嫁いだ。一方、全両校は1421年に、 ナミウールを譲られる契約を結び、1429年に、領有。1422年に、最初の妻ミシェルに先立たれると1424年に、ボンダルトアと再婚している。しかし、翌1425年に、ボンヌは死去。だが、全領港は、フランス戦線に無関心で、北のネーデルラント獲得を目指していたが、そのネーデルラントをめぐり紛争が起こった。 ベッドフォード公の弟のグロスター公ハンフリーが1422年に全領公の十枚に当たるエノをホラントゼーランと除白、ジャクリーヌド・エノーと結婚したことを根拠に1424年にネーデルラインへ出兵したため、憤慨した全領公は迎撃に向かい、イングランドとブルゴーニュの同盟にひびが入った。事態を危ぶんだ、ベッドフォード公が仲介したが、紛争は収まらず、 翌1425年1月にジャクリーヌと全領公のおじで、ジャクリーヌと対立していたバイエルン公ヨハン三世が、全領公を相続人に指名して亡くなると、それを口実に全領公は、エノオに駐屯していた、グロスタ公の手勢を打ち破り、ジャクリーヌを捕らえて、ネーデルラントで優位に立った。1428年に、グロスタ公が介入を諦め、 ジャクリーヌが全領校に三白領の支配を委ねることで、事態は解決したが、全領校はイングランドに不信を抱くようになった。この後、1432年に、ジャクリーヌが全領校へ反逆を企て、それが失敗に終わると三白領をすべて明け渡し、引退。1430年に、重帝のブラバント公権3イコール、ポルハク、フィリップ。 ジャン四世の弟が急死したとも、相まって、ネーゲルラントの大部分を手に入れた、全領港の所領は大幅に拡大した。一方、王太子のシュートメヨランド・ダラゴンが、全領港に接触すると徐々に、フランスへ歩み寄るようになり、1424年9月に、王太子と全領港は休戦協定を結び、全領港は王太子を、フランス王と認め両者の輪に一歩近づいた。が、 王太子の側近になり父の暗殺犯など、アルマニャック派の強硬派を処罰したため進展したと思われたが、王太子の長身ジョルジュ・ドラ・トレモイユと対立して428年に、宮廷から追い出され、ブルゴーニュとフランスの交渉も中断された。このような状況を見て取った、ベッドフォード公は、同年10月からオルデアン包囲戦を観光、ブルゴーニュを戦争に引きずり込もうとした。しかし、 1429年5月にジャンル・ダルクがオルレアンでイングランド軍の包囲網を破り、6月にパテイの戦いでオルレアン周辺のイングランド軍が総当され、7月にランスで王大,大使が大官式を行って、フランス王シャルル七世を称する頃になると形勢は逆転し始めた。全領港はシャルル七世が派遣した施設と交渉して8月に再び急戦を誓い、 将来の和睦に向けた予備交渉まで定め、フランスと争うつもりがないことを表明した。冬から1430年まで全領校は3度目の結婚準備に追われ、シャルル7世が北、フランスで紛争を煽り全領校を牽制るなどしていたため、出兵する余裕はなかった。シャルル7世と九戦協定の期限は1430年3月までだったが、水面下で、 両者は互いに相手の出方を伺いつつ警戒していた。一向に協力しない全両校にいらだった、ベッドフォード校は1430年5月にコンピエーニ方戦を実行。全両校はフランスとの急戦が切れたこともあり、イングランドの顔を立てるため参戦したが、戦いは敗北に終わり。 全領校の配下のリニー・ハクジャン二世はジャンルを捉えてイングランド軍に引き渡したが翌1431年12月13日にはフランスと改めて休戦する一方16日にベッドフォード校がパリで挙行したヘンリー六世のフランス王大幹式には欠席していそうイングランド離れを進めていった1430年1月に全領校が ベッドフォード公の十枚に当たるイザベルド・ポルトゥガルと三度目の結婚をしても、両者の溝は埋まらず、1432年にアンヌが亡くなり、翌1433年に、ベッドフォード公がジャケットド・リュクサンブールと再婚したことで疎遠になっていった。他方、ロレーヌ公国に介入し、ロレーヌ公、ルネガンジュ、ヨランドの次男と争うボーデモン博アントワーヌに、 三方し、1431年に、ルネを捕らえて、ディジョンへ遊兵したが短期間で解放している。1432年に、リッシュモンが、フランス宮廷に、復帰。1433年に、リッシュモンと対立したラトレモイユが追放されると、フランスは、ブルゴーニュとの和睦に傾き、全領校もこれに応じ1434年12月から1435年2月に、 かけて、ヌベールで交渉して1429年の予備交渉で決めた和睦条件を調整。7月からイングランドも加えて、アラスで行われた講和会議でイングランが離脱すると、フランスブルゴーニュ間で交渉がまとまり、9月21日にアラスの和訳でフランス王家と講和した。これにより、百年戦争はフランスの勝利へと向かうことになる。 なお、ベッドフォード公は、和訳の一週間前の9月14日に死去している。和訳により、フランスと友好関係が築かれたが、イングランドにとっては裏切りでしかなく、報復として、フランドル商人の弾圧、商戦の襲撃などを行い、対する全領公も1437年に、イングランド領のカレーを包囲したが失敗。逆に、ブリュージュヘントなどが放棄して、 足元が揺らいだため、都市の反乱を平定した後の1439年9月に、イングランドと急戦定を結び、通商関係も回復してことなきを得た。翌1440年、妻、イザベルの尽力で、イングランドから解放された父の性的オールレアン公、シャルルド・バロアを迎え入れ、メーマリード、クレーブ、アネマリーとクレーフェイ,イコールマルク公、アドルフの娘を主はせている。 背後を固めた、全領港は再び、ネーデルラントへ目を向け、ルクセンブルクへ狙いを定めた。この地は、ロレーヌ公国と共に二つに分かれた、全領港の両国、北のネーデルラント、南のブルゴーニュの村地を果たしていたため必要だったが、代々の領主が金に困り転売を繰り返していた土地だった。1441年に全領校は、 領主エリーザベト・フォン・ゲルリッツと協定を交わして、抵当権を手に入れたが、同盟の十枚エリーザベト・フォン・ルクセンブルクが所有権を持っていたため彼女の娘、アンナの夫チューリンゲン・ホーハク・ビルヘルム三世が所有権を主張して1443年に戦争となった。全領校は武力でルクセンブルクを占領して、実質的に領主となり、 イルヘルム3世と交渉して彼が主張を放棄した1461年に正式にルクセンブルクの領主と認められ、ベネルクス3国は全領港が領有した。こうしてフランス東部とドイツ西部の境目に連なる領土を手に入れた全領港は以後も外交活動を継続1453年にヘントの再度の反乱を鎮圧、リエージュ市協領の人事に介入して、 おいのルイド・ブボン、妹・アニエスとブルボン校シャルル一世の公司教に就任させ、オスマン帝国に対する十字軍提唱、実行されず、1456年にシャルル七世との仲が悪化した王大使、ルイ、後のルイ11世のブワント迎え入れも行っている。ただし晩年には、老齢から指導力が衰え、息子シャルルと家臣のクロア一族が対立、それに乗じて、ルイ11世が、 アラスの和訳で、ブルゴーニュに渡ったソンム側の土地を居戻すなど失敗が続いている。1467年に70歳で死去、あとシャルルが継いだ。100年戦争の後半の展開を左右した全領港だが、ネーゲルラントにおいては領土を拡大し、安定した統治を行った。金曜も騎士団を創設し、騎士道文化が最盛期を迎えた。 フーベルとヤンのファンエーク兄弟などのフランドル派絵画やネーデルラント楽派の音楽はヨーロッパで最高水準のものとなったホッポールネサンス。1403年にフランス王シャルル6世の娘でまた重視にあたるミシェル・ド・フランスと婚約1409年に結婚したが1422年に子供のないまま死去。1424年 ウーハクフィリップ・ダルトワの娘で、おじのヌベール・ハク、フィリップの未亡人でもあるボンヌ・ダルトワと再婚したが、1425年に、産塾し、1430年に、ポルトガル王女ン一世の娘であるイザベルド、ポルトィガルと三度目の結婚を行い、彼女との間に、着子シャルルを設けた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。